ジェムツリージャパンリモです。こんにちは。秋色来ました。ブラウニッシュパープル。今午後2時ぐらいのこんな感じの太陽です。微妙に雲にかかってるかな。でもかなり強め、日差しあります。季節感じる、落ち葉と合うなって感じの色合いです。ブラウンも感じるし、パープルもしっかり感じて、まさに秋色じゃないでしょうか。ぜひこのうるうるオーバルきらめき、お楽しみいただければと思います。ジェムツリージャパンメインカッターピアちゃんの来ましたね。オーバルスピネル 0.560、 腰が高い。この腰の高さ、この高さによってこのきらめきですね。美しい。ブラウニッシュパープルということで、本当に秋っぽい色ですね。細かいインクルージョンありますけれども、肉眼で気になるものではありません。各種ライトでも非常に美しいですね。先ほどの LED ライトも非常にこう青みが強く出てパープル感感じられたと思うんですけど、やっぱりフィラメントライトですね。この秋っぽい色といえばフィラメントライトで、この輝きです。素晴らしい。最後 UV ライトを当ててるんですけど、まあ、反応はあんまりなかったですね。この後はちょっと久しぶりに外食した時の食レポです。よろしくお願いします。ですね、来ました。お庭にすごい盆栽、立派な盆栽がある富田さん、とんかつの富田さんですね。とんかつ街道にある非常に美味しいとんかつ屋さんです。ちょっといろいろ入る前の盆栽とかがすごい綺麗だった。豚もいます。富田さん中もね、すごい天井が高かったりとかして、そしてですね、この座敷が非常に景色が良いという素晴らしい席です。今回はヒレカツ定食いただきました。ご飯も美味しかったし、お味噌汁、おつゆも美味しかったです。そしてヒレカツロースカツ派なんですけど、ご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価、あとリマインダー設定などよろしくお願いします。ベルマークもお願いします。ありがとうございました。